はい、皆さんこんにちは、はい、今日は川島商事の名倉さん、名倉さんですね、はい、に来てもらってました、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。名倉さん、はい、あ、ごめんなさい、川島商事といえば、はい、T シャツありますけど、はいはい、エプロンの別注もやってるということで、そうですね、エプロンの別注ね、ついてちょっと聞きたいと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、エプロンでね、はい、デザインで、まあ、はい、まあ、エプロンじゃないですか、はい、まあ、何ができるかということで、はい、まず作る上で、はい、生地を選ぶ、うん、そうですね。そうすると生地は、はい、いろいろ用途にもよりますけど、うん、綿 100% TG とポリエステルとかですね、うん、で他にデニムとかそういうキャンバス系使ったのもいろいろありますけども、うん、はい、まあ大体普通のやつですけど、 それがメイン、まあエプロンに適してるって大体こんな感じですよね。そうですね、うん、はい、まあ何でもでき、はい、何でもできるというか、まあそれなりのものでできると、はい、そうですね。でまあ生地を決めた後に形を決めるということなんですけど、はいはい、エプロンの形ってね、はい、首掛けだったり、はいはい、H 型、はい、タスキ、はい、あと何かありましたっけ、はい、エプロンって割烹着みたいなのもいけるんですか。一応できないことはないですけども、うん、まあ大体主婦としては一般的には首掛け H 型、うん、タスキがほとんどですので、うん、そうですね、はい、まあこれ大体いけると、はい、そうですね。でポケットもなんか、はい、いっぱいつけれるんですか。そうですね、はい、ポケットも一応、うん、いろいろつけたりもできますし、うん、カスタマイズできますし、はい、型紙ってどうするんですか。一からやるんですか。一般的な形でしたら、うん、持ってる型紙で作れる場合もありますが、うん、ただやっぱりポケットとかそういろいろカスタマイズする場合は、うん、一からやっぱりパターンを起こさないといけないですし、うん、そのパターン代っていうのも一応かかる場合もあると。かかる場合もあります。じゃあスタンダードの感じで生地替えするだけだったら型紙代かかんないけど、ちょっと特殊な形にすると型紙代がかかる場合があると。そうですね、それはもう工場さんどれ使うかケースバイケースですので、うん、確認しないといけませんが、うん、もしかするとそのベーシックな形だと、うん、パターン代はいらない場合もあるかもしれないです。そういうことですね、はい、でロットは大体どうなんですか。はい、まあ、国内で、ね、はい、まあ、少なく作りたいってお客さんが多いんで、はいはい、大体50から70ぐらいで。そうですね、まあ、これちょっと弊社の平均ですけども、うん、まあ、弊社の場合は大体50枚から70枚ぐらい、うん、まあ、これは生地のですね一旦分潰しっていうイメージになりますけども、はいはい、平均それぐらいで弊社の場合は、うん、作成させていただいております。でもサイズもないからあんまり、はい、まあ、あっても大中小ぐらいあるから、はい、まあ、はい、在庫としてね持てばいいのかなと、はい、作業着だとねいろんなサイズがあるん で、はい、なかなか難しいですけど、はい、エプロンはまあ50作っても多いのかなって感じですよね。大体、はいはい、どうでしょう、金額いったらどんなものできるんですか。そうですね、国内で大体まあ生地どれに使うかありますけども、うん、まあ、平均やっぱりその、この辺の2000円から5000円、2000円から5000円ぐらい、ちょっと幅、はい、結構広いですけどね。そうですね、生地と形によっても値段があるから。そうですね、まあ、生地もよりますし、うん、やっぱりそのポケット例えばそうですけどとか、はいはい、うん、やっぱり形とかあれによってやっぱり、うん、本当に結構幅割りはありますので。確かにね、はい、で生地、はい、身頃の生地は赤で、はい、ポケットをブルーにしてとかもできるんですよね、はい、そうですね、うん、それもちょっと価格との、まあ、やっぱり相談とかになりますけど、まあ、生地がね、はい、ロスるからね、はい、うん、はい、そこら辺は一色でやった方が効率はいいという感じですね。そうですね、うん、まあ、エプロンなんでそんないろんな形もないからね、はい、簡単にできちゃうとかありますけど、はい、まあ、もしねエプロンのご要望があれば、はい、ぜひともよろしくお願いします。そうです、ぜひまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録もしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。